ピエールの未来へ To go。はい、始まりました。ディエールの未来へ To go のお時間です。ごきげんよう、柴田ディエールです。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は週2回、毎回違うテーマでお届けしています。土曜日の3時からと月曜日の5時から。今日は月曜日、隔週でお届けしている護身術クラブマガの回でお届けいたします。この番組はタイトルにもあります通り、ディエールの未来へ To go。To go はお持ち帰りの意味があります。お持ち帰りとね、言うと皆さんテイクアウトとかテイクアウェイと思ってしまうと思うんですけども、To go、お持ち帰りの意味です。毎回、毎日、明日へ、明後日、未来へ何か皆さんお役に立てる情報、何か元気になっていただけるような内容でお届けしていきたいと思っております。今日は護身術ですので、皆様の日々いろんなニュースでも聞くような危険なこと、降りかかるようなこと、皆さんの体験談を思い浮かべていただきながら、今日もまた皆さんの身近にあるような事件をテーマに、取り上げて、お伝えしていただけたらなと思います。今日も、布川チーフインストラクターと一緒にお届けしますので、まずはこの VTR からどうぞ。チーフインストラクターです。はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。お願いします。緊急事態宣言の中やってまいりました。はい、よろしくお願いします、ね、大阪大変ひどいですね。ひどいっていうか全然にあのあれはないんですけどね、皆さんなんか、そうです、数字がね上がってるから、はい、全く実感ないんですけど、街とか皆さん出なくなったりとか少なくなったりとかしてます。やっぱりそんな感じは見えないんですけどね。相変わらず、はい、相変わらず多分出てる人は出てるんじゃないでしょうか。はい、移動中は、もう移動中はね、そうびっくりしたのがね、あの新幹線で新大阪から乗ってきた時に、あのね、まあ夕方だったんで仕事も終わりだったし、うん、あの見たらね、お酒が置いてないんですよね。あのキオスクとか、はい、新大阪のその売店だとか、もうアルコールの販売をみんな自粛してました。そっか、お酒の提供はダメなんですもんね、はい、そっか、8時までとかなくて、もうこの期間中はお酒一切ダメなんですよね。そうなんですよ。でもコンビニとか売ってるじゃないですか、キオスクなんでダメなんですかね。で、あの東京着いたら見たら東京駅では普通に売ってるんですよ。でもよくわかんないですね。まあね、そこをなんか気使ってんのか。でも乗ってる新幹線の人もやっぱ少なかったです。うん、まあ移動でお断りして、ね、あのよほどのことがない限りね。あとはね、小池さんが余計なそのね、用事もないのに東京来るなって言われてるから、みんな遠慮してるね。そう、移動は控えてくださいっていうことでね。それもひどい話ですよね。ね、あの緊急事態宣言の一回なんかもし票が、はい、なんかあの制限があるっていうふうにありましたけれども。そのクラブマガのある施設に関しては特にあの該当してないので、うん、あの皆さん安心して、はい、あのちゃんとあの感染対策、はい、もう万全に、はい、スタジオもそうですし、まあ、この局もそうですし、はい、コロナ対策万全で、あの、はい、対応してますしね。してますので、はい、移動中も私たちも車とかもうあのう、ね、ドアトゥドアで、ね、はい、必要以上にいろんな方とこう接しないような形で万全に日々やっておりますので、はい、あと一応あの聞いたんですけども、うん、あのこちらに保健所の方に、うん、あのうちで今やってるようなことっていうのは練習でやってるようなことっていうのは、うん、あの濃厚接触に当たらないらしいんですよね、うん、
これはあの東京でも他のジムの方にも聞いたんですけども、うん、柔術のジムだったんですけども、うん、やっぱりそこであの、まあ、ある方がね、こう例えばコロナが出て、うん、でいろいろ調査されたんですけども、うん、やっぱりその内容を見てみたらこれは濃厚接触に当たらないっていう判断をなんかもらったみたいで、うん、だそういう意味ではこうね、さすがに例えばなんだろう、あの長時間、うん、その本当に密着した中でずっとそういうことをね、うん、あの大声出しながらやってるっていうんじゃないんで、うん、基本的には要はこう多少近くなることはあってもマスクしてるし、ね、別にマスクしてるし、うん、そこで話すことがメインじゃないんで、そうです、はい、会話しないですもん、ね、そう会話するわけじゃないんで、うん、ねで動き一つ二つあったらすぐ離れちゃうんで、そういうことです、逆にね距離取ってっていうマシンですからね、そう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 、だからそこはねあのなんていうかなんか心配される方がもしいれば、うん、ねそこはあのちょっと誤解を解きたいなとは思います、そこはあのきちんと確認はしてますんで、うん、なんかね濃厚接触でやっぱり近距離でマスクなしで15分以上こう喋ったりすることがあるかかどうかが結構大きいらしいのでね、あと密閉した部屋で空気の流れが全くなくて、うん、もううちも完全もう空気の流れっぱなしですもんね、やっぱ広いしね、マスクなしでそんな近距離で15分以上何か喋るってことはないので、うん、基本的にだからそこはあの濃厚接触に当たらないんで、うん、あのそこはあのぜひ安心していただければと思います、はい、うん、あとはねこう最近そうそうそうお酒で言えば、うん、ちょうど土曜日ですか先週土曜日、うん、はい、あの馴染みの飲み屋に行ったんですよ、土曜日、あ最後の日ですね、日曜日から、そうです、緊急事態開始の前日お、ね、お酒は出しちゃダメっていうのがなってるんで、うん、まあ馴染みの店にちょっと顔出して、うん、あのそこもね普段の俺ら8席ぐらいあるところも半分ぐらいにしてましたね、うん、でついたて置いてきちんと、うん、でもうお酒出すの今日なんで今日までなんですよっていうことで、うんうん、あのもうじゃんじゃん空いてるボトル入れてくれましたけどねもうどうせこれ置いとけないんでっていうことで、あのやっていただきたいんですけども、どこも土曜日は今週、あ先週っていうか、はい、土曜日はめちゃくちゃ混んでたみたいです、皆さん、ね、明日から飲めなくなるっていうので、ね、そう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 、みんな聞いたんですよ、どうするんですかねこれっつったら、まあ、さすが大阪でね、あのいやもうしょうがないんでって、あの、まあ、一応あの全然食べ物は出ますんで、うん、じゃあもうアルコールなしでソフトドリンクだけですかって、まあそうなるよね、でもね店ほら酒はあの処分ね、空いてないやつは処分できないんで、一応その置いとこうかなと思って、だからあとはねその皆さんがあの飲んじゃダメってちゃんと張り紙するので、うん、もう勝手に飲むやつは罰金にしようと思いますっつって勝手に飲んだら1杯500円罰金取るらしいんですよね、だから相当に飲んでてこう罰金500円高いな、1杯500円、いやでもねセルフで考えたらいいじゃない、うん、まあ、氷も頼めるしね、だからそうか罰金払わなきゃねいけないですからね、そうそう、だからどうしてもうわマスター飲んじゃったダメだよ飲んじゃって言われて、ダメって言ってるじゃないかこの期間中に、そうだよ、まあ、罰金だよすいませんっつってこうねこうその都度あの罰金を怒られますよ本当それは勝手に飲んじゃってるんでね、飲むなって言ってるのにっつって私はね店主だから飲みますけどっつってっていう話をしてましたね、はい、まあアイディアがね常にどんな時でもアイディアマンがいろいろいますからね、そうそうそう、うん、あとはあの持ち込み OK にして、うん、テーブルチャージを取りますっていう形で取ったりとかねやっぱり皆さんいろいろ対策考えてるみたいで、あのノンアルコールのカクテルとビールを置いて営業するっていうところもありますよね、ああはいはいはい、はい、メニューを全部ノンアルコールカクテルとビールにするという、うん、そこもたまにアルコールありの取っちゃったら罰金なのかな、そうかね、もうどうでしょうね、でもねバイトもいろいろいたりとかこううっかりねなんかノンアルコールと出し間違えちゃったりして ね、うん、ビールがあわよくなんか出ちゃったりね、そう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 、最近あれ知りました、あのなんかアサヒが出してるほらあれが今なんか缶開けたら泡が出る、そうそうそう缶開けたら泡が出てくるやつね、うん、あれはすごいよね、すごいけど、あれってちゃんと開ける前にあそこちゃんと拭いたりとかしてるんですかね、だってみんなあそこ触ったりなんだかしてるわけですよね、あれちゃんと開けて泡でそこを飲む前にちゃんと殺菌とかして拭いて飲んでるのかなと、確かに確かに、
ね、梱包がそのまま積んで出して、あの、そっか、冷やしてるだけじゃないですか、コンビニとかも。確かに、他のビールだったらね、器に移すか。そういうことですよね。なるほど。あれちゃんと拭いてんのかなと思います。そういうところが漏れてますよね。あとあれはね、冷やしすぎたら全然泡立たないって知ってました皆さん、ね、冷やしすぎてあげてもお何の泡も立たないんですよ。立たなかったんですね、はい、だから飲む前に経験者が語ってます。一回あのなんか出さなきゃいけないらしいんですよね。それから手でちょっと温めて、うん、ちょっとなんか温めないとキンキンに冷やして開けてもね、もうほんとただのビールなんですよ。何の泡も立たなくて、これ何の意味があんねんって思いましたけど、でもあれ売れすぎてね。そう、すごいね。全然あの全然もう手に入らないみたいな感じでね。や、どんな時でも潤う人はいますね、うん、ね、うん、いやでもそう考えると、でもあれね、別のビール入れても結構泡立つの知ってました、ね、あ、そうなんですか。そうそう、だからあの器を飲んだら今度違うビール、缶ビールを入れても、はい、そこそこ泡立つんです。でもあれ、そういう移す時に泡が勝手に立つわけで、それもある、同じ意味で、コップに粒も泡立つか同じじゃないですか、うん、そうなんだ。あれ缶の意味は別にそこじゃないんだ。あるあるある。なんか中にね、ちゃんとなんていうの。あ、そっか。泡が立つような工夫をしてるらしいんです。あ、じゃあクリーミーな泡になる。そうそうそう。まあでもその最初飲んだらもう終わりだけどね。うん、なんかお酒提供しないって言っても、うん、結局集ってることは意味。そうですね。同じですよね。集ってる。お茶飲んでようがジュース飲んでようが。ソフトドリンク集いでね、そうそうそう、みんなべちゃべちゃ喋ったり長いこと一緒にいたら、そうやってやっちゃうと、まあ、東京都も夜もね、結局ネオンもほら消すとか街灯も消すとか、それ余計犯罪率増えると思うんですよね。結局明かりを、うん、あの消すこととその暗いということと犯罪率っていうのは比例してるんですよ、うん、どこもこう出してるんで。確かに暗闇襲いやすいですからね、はい、そうそうそう。だからそれこそ窃盗だとか、うん、あのひったくりがまた多分増えると思うんですよね。街灯がそのまま暗いってことは、うん、ね、防犯カメラがあったとしてもうまく撮れなかったりすることがあるんで、うん、最近やって場所取りしてますもんね、うん、お店がやってないから、だからね、路上でね、その東京都はね、ちょっとほんとトンチンカンだなっていう感じで、あ、緑のおばちゃん大丈夫かなっていうのね、ほんとこうね、怒られるほんと緑のおばちゃんちょっとね、もうなんかでも、ね、最近ほんと発見したのがね、吉村知事もね、うん、小池さんもなんかテレビ出るたんびになんか顔が引きつってきましたよね。もう疲れてるんですよ、ね、もうね、なんかもう、うん、1年前はまだ意気揚々と、うん、頑張りますみたいな感じでなんとかどうのこうの言ってますけど、うん、もう最近見てるとなんかもう顔が引きつってきて、なんかね、うん、大丈夫かなっていう感じはありますけどね。もうすごい頑張っていただいてると思いますよ。うん、もうね、大変だと思いますけどね。こうやって結果出ないからね、うん、なかなか難しいですよ、うん、緩めたら緩めたらバッと増えるし、ね、うん、だからそこはどうなんだろうね。まあ、ちなみに私の知り合いの医者は皆さんワクチン打たないって言ってますけどね。こう、なんかね、ワクチンは打ちたくないってみんな言ってますけど、でも実際ね、ま、打ってる人もいるから、まあ、まだどうなるか分かんないし、まあ、とにかく入ってくるのも遅いしね。そうなんですよ、ね、国産ワクチンとかどこ行ったんだろうね、あのねまずそこを早くやった方がいいんじゃないかというね。いやー、まあこの世の中ですけども、はい、ね、やっぱり自分の身は自分を守らなきゃいけないっていうのが、やっぱりこうどんどんそのなんか必要度がっていうか、その必要性がどんどん高まってるっていう感じはすごいあります、はい、うん、で、さて、あ、今日のテーマですけども、はい、はい、何ですか。ちょうど、先日事件があったので、まず事件の紹介をしたいと思います。はい、これね、4月18日、もうほんとついこの間なんですよ。ほんとだ。大阪市北区の路上で刃物のようなものを持った男が、男性を脅し3万円を奪って逃げました。8日前、こう北区西天満の駐車場なんでね、これ結構うちのスタジオと近いんですよね。はい、うちは南本町に大阪にあるんで、これこそ、まあ、あの天満だと本当に自転車でちょっと行ったところです。飲食関係の男性が帰宅しようと歩いてた、まあね、後ろから来た男がサバイバルナイフなども突きつけましたと、ね、動くと刺そうと脅して駐車場に連れ込みました。で、3万円が入った財布や携帯電話を奪い、男性を両手両足を粘着テープで奪って逃げた。結構そんな余裕時間的あったんだねっていう感じですよね。粘着テープで縛ってる間、ね、まずくないですかね見つかる、よく誰もにも見つからなかった ね、そう思いました。よくこんな手間かけましたね。捕まってないと思うんで、本当こう気をつけていただければ。
でもこれはね、あの強盗になりますんで、これ捕まったら一発で懲役ですね、この人がね。こうでもよくある話というか、まあ、特にね今、うん、ましてやこう大阪のね、もう西天まで行ったら結構都会なんですよ、それこそ、うん、あので飲み屋も確かに多いですし、うん、あのそこでね、スタジオに近いところでそんなところであったら本当びっくりしたんですけどもね、うん、でその大将をねちょっと、うん、こういう事件が、まあまあ、普段からやってることもあるんですけども、ちょっと大将の方あの動画でまとめてみましたんで、はい、はい、どうぞお願いします。はい、ありがとうございました。まあちょっと一連流れて見てみまして、はい、最初はねやっぱりまあ振り向いて何かをするっていうのは、うん、あんまり今まで、うん、その特に格闘技とかね、うん、普通に対人でこう競技あるものについては基本的にあんまりないんですよね。振り向いて最初からいきなり後ろからバック取られた状態でスタートするっていうのは、うん、まあ柔術とかね、グラップリングとか、うん、そういうのはあの後ろを取られるっていうのは状況っていうのはあるんですけども、うん、打撃ではほぼ基本的にないし、そうですね。で普段襲われる時っていうのは前から何かをするよりもやっぱり横から後ろから、うん、この死角から侵入してくる場合がやっぱり多いので、うん、襲いやすいですからね。だからそういう意味ではこう後ろを振り向いて対処するっていうのはやっぱり練習しないことにはね、なかなかこう実際は難しいところはあります、うん、でまず一回ちょっと流してみましょう。これは後ろ振り向いて打撃を入れてるんですよね、うん、振り向きながら相手を抑えてます。それから膝蹴りを入れてます。でこれではほらしっかり相手の腕を取ってるんですよ、はい。これが後ほどあのナイフのディフェンスに生きてきます。腕をしっかりコントロールしながら、膝蹴りを入れてるっていう練習を最初にやってます。これ振り返った時にまず相手の顔を確認してるってことですよね。そうです。じゃないと、そうです。こうおちゃらけて誰かがそったふりしてると問題だったりもするから、本当に的確か知らない人かどうかを確認したりというよりもね、一回ちょっと、はい、ストップ。後ろ振り返るのは相手の顔を確認するっていうよりもね、うん、どっちの手で何をしてくるのかっていうことを確認してるんですよ。どっちの手で、右手なのか左手なのか、確かに、ね、また場合によってはナイフなのか拳銃なのかとか、うん、武器持ってるのか、またスタンガンなのかとか、うん、まあ、スタンガンは音がするんで分かりやすいんですけども、うん、どっちの手で何かをしてきてるのかっていうのを実は確認してるんですよね、うん、また武器があったらその武器は何なのか、そう確認をしてから振り向いていろんなことをやってるわけです。だからその確認がやっぱり遅れると、うん、ね、うん、場合にはナイフだったらもしかしたら刺さるかもしれないし、うん、そうですね、ね、拳銃だったら撃たれる可能性もあるんで、うん、で相手の向きにもね、リーチの差ってやっぱり人によって違うので、うんうん、その確認でもあるんですよね。だから何かをされた時はまずさ、でその時にも振り向く時も大きく振り向いちゃうとやっぱり持ってる方も緊張しちゃうんですよ、うんうん、特に相手が拳銃とかね、うん、拳銃だったら要は人差し指さえ動けば撃てちゃうので、うん、ね、こう相手がパッといきなり大きな動作されちゃうと脅す方も緊張してたら慌てて撃っちゃう可能性があります、うんうん、別に撃ちたくなくても反射的にそうですね、その緊張でね、トリガーを引く場合がありますんで、だそういう意味ではあんまり最初はいきなり大きな動作を
できるだけ確認もなしにしないようにした方がいいっていうのが一つですね、うん、まずはしっかり確認すること、もう一回最初からちょっとやお願いします。これちょっと顔はちょっと見にくかったんですけど、最初ちょっと軽く確認してから一気に振り向きます、うん、こういう状態ですね。そこからほら、ここから腕を引く、はい、そう、はい、もうちょっと巻き伸ばし戻してください。ありがとうございます。はい、こういう状態です。一つは相手の肘よりも奥をしっかり掴んでいるっていうのが大事です、うん、でもう片方は相手の手首、うん、ね、つまりナイフの根元ですね、そこをしっかりコントロールします。実はこう相手の肘よりも前腕の方ばっかりやってしまうと相手からこう引かれる可能性があるんですよね。腕ごとこう引き取られる、うん、肘よりも奥をしっかり掴むことで相手引くことができなくなります。そこが一番ここでは重要なポイントになります。これは自分が右回り左回りであっても相手がどちらの腕が出ていてもディフェンスは同じって、ね、同じ、まあ、ちょっと違いますけれども、うん、これは外側に回った場合です、うん、はい、内側に回った場合は相手のライブサイドといって正面に回るんで、うん、その場合は振り向きながら同時に肘打ちだったりとか、うん、またやり方がちょっと変わってくるんですけども、もう外側に回った場合の方がリスクは低いですよね、うん、この場合ほら今ナイフを持ってる手の反対側に相手、うん、手空いてますけども、うん、外側に回ることによって逆の手から攻撃されにくいですよね。正面入っちゃうと自分ももらってしまうかもしれないから、デッドスペースが入ってもいいですよね。こういうふうにこう外側に回った方がまあリスクは最初は慣れやすいかなっていうのはあります。でそのまんますかさず膝蹴りを急所に叩き込みます。はい、お願いします。そういうこと。奥に入らないとナイフがこう引かれた時に、そうですそうですそうですよね。でそのまま取ってますね、うん、でその応用でね、実は拳銃に対しても同じディフェンスができるんですよ。クラママはね、そうです、クラママは一つのテクニックでこういろんな状況に対応できるんで、うんうん、応用が効きますからね、はい、今やったようにこうナイフをだけじゃなくて、うん、まあ、特にね、相手がガンの可能性もある、うん、でガンの場合はちょっと違うのは、振り向きながら相手の手だけじゃなくてもう一気に距離を潰してるんですね、うん、ちょっと一回お願いします。こういう状態です、ね、本当だ。要は打たせないようにすることが大事なので、うん、ガンの場合は逆に引かれるとね、うん、まあ、逆に銃口を下に向けるとほら、うん、自分が打たれちゃう可能性があるんで、そうですね、向かせないようにしっかり腕を差し込むことが大事で、大事なのはこの時はまだ中途半端なんですよ、うん、ちょっとこの後ちょっと流してみます。はい、そうそうです、もうちょっと戻してみましょうかね。はい、もうちょっと、はい、じゃあスタートしてください。はい、 OK、 掴んでます。わかりますかね。掴んでますね。はい、これはね、実際やってみたんですけどもね、特にこう筋肉量がある男性に対しては、うん、非常にこう痛いです。痛いですよね。要はもうこれはもう爪立ててやってください。こう、まあ、実際の練習ではね、なかなか難しいんですけども、うん、相手の服だったり、うん、何でもそうですけども、要は自分の上げるこの力だけでやってしまうと、うん、振りほどかれる可能性があるんですよね、うん、相手の方が力が強かった、うん、で振りほどかれないようにもうガシッともう爪立てて、もう皮膚めり込むぐらいね。掴みやすい方結構いますからね。そうそうそう、もう実はそれだけでかなりのプレッシャーが来るんで、うん、アトム残るとね。そうですそうです、 そうです、それが証拠にもなり得ますので、はい、で一回流してください。こういう状態でしっかり掴んでやることが、うん、ほどかれにくいです、うん、でそこからガンをしっかり奪ってっていう手順になります。ちょっとすいません、これは見にくかったですね。もう一つとしてこういう感じ、うん、しっかり奥掴んで、うん、打撃を入れてからガンを奪って最後は離れる、うん、こういう、で最後は奪って取ります、うん、最後はしっかりね、ガンの場合は距離取ることが大事ですね、うん、近くで取ったからって安心しちゃダメです、うん、また逆に相手に取られる可能性がある、取り返されちゃうから ね、そうですそうです、うん、だそれをさせないようにしっかり打撃を叩き込んで、うん、
相手を動けないようにすることが大事ですけれども、うん、ね、やっぱり不測の事態っていうのはありますんで、うん、銃を取られた方もやっぱり必死に反撃しますんでね、はい、だそういう意味ではしっかり銃を取ったら相手しっかり離れて、そこからこう、うん、また撃てるような状態にしておくことが大事です、うん、だそこはね、本当ナイフと基本的に実はね非常に似てるんですよね、うん、だからクラマガでは一つのディフェンスでこういろんな状況に対応できますんで、うん、特にね後ろを突き刺される日本ではナイフかもしれないけど、うん、銃が手に入りやすい国ではガンの可能性が高かったりします、うん、だからアメリカではやっぱガンの需要の方が多いので、うん、だそういう意味ではこう同じディフェンスでできるようにした方が一番、短い時間で上達できるかなっていう感じはありますけどね。これ今日はナイフとガンですけども、はい、後ろから棒で殴りかかられそうになって襲われた時のディフェンスもありますよね。そうですね、はい、だからそれはそれこそ、まあ、どこで気づくかっていうのももちろんあるんですけども、うんうん、気づいた時の対処っていうのはまたこういろいろ変わってくるんで、うん、距離があればね、キックを使ってそのまま離れたりとか、うん、距離がなければ振り向いていろいろコントロールしたりとか、うん、それはいろいろ実は特に後ろへのディフェンスっていうのは一番なんていうのかな、時間かけてやってますね、うん、はい、やっぱり後ろから襲われることの方が多いんで、そうですね、はい、正面はある程度特にこれね格闘技とかそういう武道武術やったことある方であれば、うん、最初の方がまあある意味正面はもう慣れちゃってるんで逆に、うん、逆に横からとか後ろからっていうのは、ね、やっぱ慣れないんで、うん、された時にどうしていいかわからないっていう感じはあるんですよね、うんうん、だそういう意味では後ろに対していろんな打撃をクラマガではこれは振り向いてますけど、実際振り向く時に股間を打ってから振り向くのもありです、うんね、この状態でいきなり振り向こうと思ったら抑えられる可能性ありますけれども、ここで一発股間入れてから相手の動きを止めてから振り向くのも全然ありえますので、うん、そこは時と状況に応じてね、うん、使い分けしていただければなとは思います、うん、これ、はい、見てると分かりやすかったりして、実際自分がやってみると、はい、その武器を取ったり、はい、抑え込むことに頭がいっぱいになって打撃をするのが体が動かなかったりするっていう方もいるんですけど、どうしてもやっぱり練習の中ではやっぱり打撃がおざなりになっちゃう、うんね、どうしてもその慣れない動きに皆さん、うん、意識しがちなんですけども、実際これ本当に大事なのは打撃なんですよね、うんうん、しっかり打撃を入れることでナイフだったら、うん、まあガンもそうだけども、うん、実際の統計でもあるんだけど、しっかり打撃を入れることで相手が武器を落とすんですよね、うん、で落とせなかった時にまあ補助としてその取り上げるっていうのがあるんですけども、うん、だから大前提として、うん、しっかり打撃を入れ込んで相手をソフトにしてから取り上げるっていうのがクラマガの基本コンセプトです、うん、大事ですね、うん、最近のその誤診のそのナイフの取り上げ方とかね、うん、ディスアームとか言っていろんな流派のいろんなやり方がいろいろみんなやってますけども、うん、それを無視して勝手になんて言うんだろうね、取り上げることだけにこうなんていうか集約してなんかかっこよく見せたりとかしてますけども、それはねあんまりリアルな誤診ではないんですよね、うん、結局その誤診でそういう技だけを習いたい、だからそういう打撃とかやりたくないですっていう方もいるんですけど、逆にそっちが大事だったりするので、今までやっぱその打撃を大事にしてます、うん、そこでねえ、だって実際もし取り上げるのが失敗したらどうなるって、結局やられちゃうわけですから、そう、あと少し打撃を出して相手をソフトにした方が取りやすくなったりも緩んでしまうから、そうですね、元気な状態ですね。だから複合的に使うっていうのがクラマの考え方なんですよね、うん、打撃もそうだし関節もそうだし、うん、ね、締め技にしろテイクダウンにしろ全部複合的に使っていくんで、うん、何か一つだけにこう特化してね、うん、やるわけではないので、うん、そこはやっぱり実践的かどうかってそこに関わってくるんですよ、うん、まあ、当然そうなると教えるのがかなりやっぱりね、うん、こう難しくなるっていうか、うん、ね、だからこそ経験がものを言いますんで、こう取り上げるだけだったら、まあ、いくらでもやり方はありますし、練習したら、ね、うん、全然できるようになります。ましてやゴムのナイフなんで、所詮は、う
イミテーションなんだよね。これ取り上げるだけの技を覚えても結局相手がね、元気でソフトになってない状態で元気な状態だとしっかり握られたら、そう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 、握力強い人とか腕大きい人とか取れないし、これ面白かったのはね、なんか僕も友人から知ったんですけども、なんか有名 なんかアクションをやってる方がなんか YouTube でドッキリ動画じゃないけどねなんか実際女の人がいきなり襲われたら助けるのかみたいな感じでこうね、うん、やってみたら全然こうさうまくいかなくてみたいな感じでなんか、ね、後ろ下がっちゃって、うん、全然一発でそんな映画でやってることは全然できてなかったっていうことを、うん、言ってて、ね、その人も最初それ見てあいいなと思って やってみたいなとは思ったらしくて、うん、でもまあその人もプラマーでレベル4まで東京のメンバーだったんだけども、うん、大会してまあ何年か経つんですけども、この間連絡来て、いやあれ見たけどやっぱりクラブマガで教えてることが一番基本的なんだなと、うん、こう下がらない前に出るっていう、うん、それをねなんかいかにもできてるような感じの人が結局ね、うん、まあ YouTube でやらせなのかその演出なのかちょっとわからないんですけども、うん、実際見てみて全然そういったことができてないんで、やっぱ実際には使えないんだなっていうのがよくわかりましたっていうのは、うん、その感想をいただいて、と思って、まあ映画ね、やっぱりこう見てる人がちゃんとそこは見てるんだなっていう感じはありますね、うんうん、いくらこうアクションでかっこよくなんかできたとしても、はい、実際それで使えるかどうかってまた別の話なんで、うん、でもっと言うと自分ができるかどうかっていうのはまた別の話じゃないですか。そうです、人がやってるの見てかっこいいないいなって思ってるものでも、そうです、実は自分がじゃあ当事者になった時にそれができるかって、うん、また違う話なんで、見よう見まねにも限界がある。そう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 、だからアクションとして楽しんでるね、おおすげえって見てる分にはいいかもしれないけど、うんうん、いざ本当に自分が当事者になってそれやるのかってなるとね、はい、全く違うんで、うん、そこはなんていうのかな、うん、なんか考えていただければなっていうのはありますね、うん、そこはだから区別してほしいなっていうのは正直あります。いろいろなんか最近そういうのがこう業績なんかもう入り混じってね、うん、いろんな人がいろんな YouTube で勝手になんかこれは聞くんだどうのこうのっていうのも中にはひどいのもあるしね、まあ勝手自由にね、そうまあ、中にはちゃんと優秀なちゃんとっていうのはありますけども、うん、やっぱりでも普通の人はなかなかそこを区別できないから、そうですね、こういらぬ誤解をねやっぱどうしても招いちゃうんだな、まあね、うんうん、そういうのを見てるとどうなんだろうっていうのは正直、うんうん、別にね自分の趣味でそういうのを楽しんで追求してやる分にはそれは全然構わないと思います、うん、ただそれが実際使えるかどうか本当に身を守るかどうかっていうのはまた別問題なんで、そうですね、うん、だからクラブが目指してるのはやっぱ万人にね、うん、ある程度誰でもこうできるような技をこう、はい、目指してやってるので、はい、そこはやっぱり大きくコンセプトが違うんですよ、うん、何か超人を育てるわけではないので、はい、一般の人がちゃんと身を守れるように、そういうことです。別に経験未経験の人でもちゃんとこう身を守れるよっていうのがねコンセプトなんで、うん、はい、そこは大きくやっぱりちょっと違いますんでね、うん、もちろんそれをねそうなりたい人はもちろんそれはそれで教えますけれども、うん、ただそれは残念ながら厳しいですよってことです、ね、そういうふうに本当になりたいんであれば、うん、言っちゃ悪いけど普通のちょっとやったぐらいじゃ通用しませんよ、もっと苦しみにあって痛い目あってね、うん、そこで分かって初めて使えるようになるかどうかっていうことなんで、まあどんな道でもそうじゃないですか、そうですね、うん、そう簡単にね人よりそんな勝手になんかそういうことができるわけじゃないんで、身を見上げてさ、うん、どんなことでもそうだけどやっぱり厳しい練習の上でそれは成り立ってるんで、うんね、そこはどんな分野でもいいじゃん、だから自分のペースでやればいいんですよ、うんうん、自分でどの程度目指そうと思ってるの、要はさ、はいね、富士山登ろうと思うのか、うんね、日本アルプスを 目指そうと思うのか、うん、そういうことですね、もう高尾山ぐらいでいいや俺はっていう人もいるし、人それぞれじゃない、うん、いや俺はガチでもうね、うん、チョモランマ登りたいんだと、ヒマラヤ登るんだと、うん、ねえそういう人はそういう人で、うん、もう全然違うでしょって話ですよ、うん、そこは、うん、同じね基本は山を登ることだかもしれないけど、うん、ねそこは無酸素なのか有酸素なのかによっても変わってくるし、うん、はい、それこそねヒマラヤ登ろうと思ったらそれこそ命がけじゃないですか、はい、それこそ
ね、今でもなんか全然あの投資になった人の遺体がそのままなってるみたいで、ね、結局1年のうちになんかゴールデンウィーク今の時期ですよね、うん、ぐらいしかなんか登れないらしいんですよね、うん、吹雪でね、うん、だから1年のうちに結局立ち入れる時期がもう本当に限られてるんで、うん、だから誰も回収しに行けないっていうね、うん、すごいところにだから逆にみんな行くんだなっていうのは思いますけども、うん、だからそういう、ね、トップ目指していくのかそれとも、うん、自分のできる範囲の中でやっていくのかで、うん、全然それは変わってくるんで、うん、まあいろんな目的でどこを目指すか、そうそうそう、ご自身、ただそこはその区別っていうかね、うん、あのを自分でしっかり持った方が、だから一番不幸なのは何かって通用すると思ってやってたら実際通用しなかったっていうのが一番不幸じゃないですか。そうですね。ねえ、逆はまだいいんですけども、うん、通用しないと思うんだと思ったら実際通用しちゃった、それはもうラッキーですけど、うんうん、反対が一番不幸なんでね、はい、そうならないように注意していただければなとは、はい、思いますね。クラマガってそのプロフェッショナルのね、はい、あの警察とか自衛隊とか大手警備会社、はい、本当に公的に守ってる立場の、それを職業としている方もいらっしゃれば、一般のその単純に体を鍛えつつ、うんね、ダイエットしつつ、でも身近な何かあった時のために腰を身につけようって思う方もいれば、はい、格闘技格とかね、スポーツ選手とかも、まあ、体力向上とか何かプラスアルファ何かアレンジできるものとして習う方もいれば、ね、あとあれですよね、あの本当に映画とかドラマの俳優さんとかも ね、映画監修とかもね、ドラマとかも監修しているので、はい、役者さんたちもね、今ね、何人かあの、まあ、大阪の方でスタッフあの募集してて、まあ、何人かいるんですけども、うん、ちょうどこの時期なんで、要は結構スタントやってる方もいるんですよね、うん、K1 で現役で格闘家を、やってる若い方も、若い人もいれば、うん、まあ、USJ だったりとか、うん、いろいろそのショーとか、はい、スタントをメインでやってる人もいる、アクションショーとかね、スーパーヒーローショーとかね、そうなんですよ、うん、そのスタッフがこう入ってきてやっぱりいろいろやるとやっぱ全然違うと、やっぱりアクション、まあ、練習したりとかしますけれども、うん、実際の本物の動きを知らないんで、うん、それを練習することによって、うん、こう実際のアクションのキレっていうか考え方も変わってくるし、うん、逆にこうスムーズになるっていうか、そうですね、っていう、まあ、虚像のね、ドラマ映画の中とは違うからね、やっぱりね、結局ほら何でも見せよう見せようっていうのはやりすぎるとね、うん、どっかでほら不自然ななんか流れになっちゃったりとか、はい、なんか変な間ができちゃったりとかしますんで、うん、逆にこう理にかなったものっていうのは逆に自然なんで、うん、だから多分やりやすいんだろうなって、そしたらアクションになった時もね、うん、こう非常にやりやすいんじゃないかなっていうのは、それはありますね、はい、今ね、ドラマ映画でめちゃくちゃ活躍されてらっしゃる俳優さん、著名な方とかもいっぱいクラマがね並びに来てくださってるので、はい、そうですね、だからそこは誰でもできるんで、うん、ね、見せ方とかそこはいくらでも全然、あとはその監督なり演出なりがこうどう味付けしていくかっていうことだと思いますんでね、うん、でそれ話してましてね、やっぱり時代は変わったなと、うん、ね、今見ても昔のそれこそ20年前、うん、30年前のジャッキーのアクションはやっぱすごいなっていうのは、うん、ね、うん、生身の人間があんだけ転がったり、ね、叩きつけられたりとか、受け身の取り方もやっぱうまいし、吹き替えなしですもんね、そうなんですよ、うん、それを今の人たちがね、うん、じゃあできるかって、誰もあんなよできないですよねっていう話はしてて、ああやっぱそうなんだなって、うん、昔の人の方がちょっとおかしかったんだろうね。なかなかね、皆さんアクション俳優でもね、飛んでないとああいうのは多分できないよね、あれね、うん、吹き替えしてる人多いですからね、まあ、今は逆に CG とかあるから、うんうん、いくらでもこうね、うん、編集もね、何でもこうできるみたいで、うん、まあ、スピード回したりね、そうそうそう、うん、昔の方がやっぱりこうガチでみんな体張ってるなっていうのは、うん、レベル高いなっていう話はね、この間しましたね、うん、まあ、でも吹き替えてる方もまだ多いですけどね、そうなんですよ、だって言っちゃ悪いけどトム・クルーズはアクション俳優じゃないじゃんね。今のミッションインポッシブルでなんかアクション俳優みたいになっちゃってるけどさ、うん、ね、全然彼は最初はそうじゃないもんね、最初は、ね、最初は違いましたね、うん、でもご自身ってトレーニングされて、そうそう、そこからこうやってあれにしてたけど、うん、自分でこうでね、ある程度こうなってきてるけど、はい、そう考えるとね、面白いな、ちょっと別ね、新しいなんかもっと別な見せ方なりなんなり、うん、みんなもっと模索していくとなかなか面白いんじゃないかなって、まあ、逆にこういう、ね、そうです、
こういう世の中だからこそ本物の生身のアクションが逆に再評価、うん、そうですね、ね、こうされるんじゃないかなとは思いますけどね、うん、いろんなね、ああジャッキーの、あーそうそうそう、ジャッキーのね、上から落ちたりとかさ、生身でね、吹き替えなしでね、そう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 、ご自身で全部やってらっしゃったからね、実際大怪我してたりとかさ、しましたよね、するわけじゃない、うん、ジャッキーだけじゃなくてこうやられる人たちもすごいよね。すごいですよ、受け身も結構大変ですしね、うん、いやこれはねやっぱ思いますわ、こうジャッキー、いやだから興味ある人はね出てぜひねちょっと見てみてください、あのポリスストーリーとプロジェクト A、 これはねもうあのおすすめですね、ポリスストーリーとプロジェクト A、 この2本、あとまあ2とかありますけども3とか、はい、クラブマガが監修してるクラブマガを使った映画とかもかなりいろいろありますよね。そう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 、うん、あの五右衛門とかね、うん、はい、ドラマだったらあのね、あの小栗旬さんとか、うん、あのやられてた、そうですね、なんとかドックス、東京ドックスとか米倉涼子さんの、ね、そう交渉人とかね、まあ、ありましたもんね、はい、そういうのもありますし、はい、いろいろね、海外だとなんだろう、イナフとかね、はい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 、アンジェリカ・ジョリーさんのもそうでしたよね、そうですね、うん、いやだからそうなるとねまた面白いかなと思います。はい、時間が来ましたんでちょっと告知だけさせてください。はい、今度5月3日4日の、はい、前回ね告知しましたよね、最後の方告知させていただいたんですけども、はいはい、こちらですかね、はい、こちらになります。で今ねちょっと募集の方もいろいろこうさせていただいてて、でこう、あもうちょっと下の方お願いしていいですか、はい、こう3日4日、あもうちょっと下の方ですね、はい、それですね、ありがとうございます。こうやってるんですけども、まあ、緊急事態宣言の中で、うん、こういったこう大きなイベントっていうのもまあね、いろいろこうご意見とかもちょっと見せ方もちょっと考えなきゃいけないっていうのもあって、うん、ちょっと5月4日だけに、しようかと思います。1日だけ絞って、はい、1日だけでちょっと時間が、2時半から、ちょっと30分伸ばして2時半から5時半、これはまた改めて告知させていただくんですけども、2時半から5時半まで3時間、ちょっとアドバンスだけに、集約しようかと思います。で今、まあ、3日だけの人が少ないので結局は、うん、ほとんど両方出てる方か、はい、4日出てる方が多いので、はい、だそういった方の要望も踏まえて、うん、ちょっと4日にできるだけ力を注ごうかなと思いますん で、うん、で要望としてあったんだよね、はい、だから4日にまとめてやろうかと思いますん で、うん、はい、でこちらが、値段は変わりません、5500円税込みで、はい、これ当日参加でお支払いで全然大丈夫ですっていうのをちょっと3時間かけてやりたいと思います。これはね別に初心者だろうと講談者だろうと全然誰でもできる内容にしましたので、ぜひ体験していただければと思います、はい、でマスク着用で場所のねリブラの方も、営業してますので、はい、はい、こちらは終日大丈夫です、はい、通常営業してます、はい、通常営業はしてます。で完全体育もバッチリで、ちゃんと広いスペースを、そうです、取らせていただいてるんで、もうめちゃくちゃ広いスペースで、はい、20人で、はい、やりますから、まあ、ただちょっとシャワーがないんでね、すいませんけど、なんていうのかね、着替えだけになりますけれども、うん、はい、はい、全然やりますんで、ちょっとね5月4日だけにしますけど、いらしてください。ちょっと3日を楽しみたい方は本当申し訳ありませんね、ちょっと4日に力を注ごうということで、よろしくお願いします。はい、はい、参加したい方はメールサポートの方に、こちらですね、はい、サポートクラブの方にちょうどもクリックしていただければ、はい、ご自身のメールソフトに飛びますんで、はい、こちらにお名前と年齢と、まあ、クラブマガリーと参加、まあ、参加日はもう5月4日しかないので、はい、男女比率とか関係ないんですよね、年齢、そうですね、特に関係ありません、はい、まあさすがにちょっとね 5,6 歳はちょっと厳しいんですけども、まあ親子さんと一緒に参加される分には全然大丈夫です、うん、はい、そこはアドバンスな内容をやるにしても、そこはね初心者の方はまた別な対応は全然ありますんで、はい、それはご心配なく、はい、ぜひぜひ、いやこういう時ほどねやっぱなんていうか自己投資っていうかね、うん、やっぱり
必要かなとは思いますね。ただ体を動かすだけじゃなくて、ね、うん、あのやっぱりこうスポーツジム経営されてるのを 見てると、うん、ね、ティップネスさんも大変だし、うん、あのみんな大きなところってどんどん今厳しくなってるんですよ、はい、で今あの伸ばしてるのが結局その、うん、なんだろう、あのああいうプライベートレッスン、うん、マンツーマンの、はい、トレーナーをつけてやってる方か、うん、またはこう24時間、はい、うん、ね、うん、24時間でこう出放題みたいな感じで、はい、誰もいない無人で自分で勝手にカードで入ってね、うん、うん、ちょっと体を動かして出ていくっていう人も多いんですけども、うん、でもそういうところって管理がね、うん、やっぱりバラバラみたいで、そうですね、だからそこを解約された人にはやっぱり管理が行き着くところ、新しくできたところは皆さん大体きれいにしてるんですよ、うんうん、だけどだんだんとねほらね、スタッフがなんか、はい、あれなのか管理が行き届かないとなんか、うん、あの本当にアルコールなのかみたいな、ね、そうそういうことですね、水なのかよくわからないような、うん、誰かちゃんと拭いてか拭いてないかよくわからないような状態になっていると、そういうことですね、やっぱり足が遠のくし、うん、なかなか続かないっていう話はよく聞きますね、うん、だからそういう意味では、うん、なんか楽しさっていうか、この間も言ってましたけど、一人でただスポーツジム行って体流してやってもなんか誰とも共有できないし、やっぱりつまんないっていう若い方がいらしてたんですよ、うんうん、でまあ先月から入ってきてる方で、うん、1月2月ぐらいかな入ってきてる方で若い方ですけども、うん、実際こうもう特に最近夜になるとね、女性の参加者か会員が少ないんですよね、うん、もう結構男ばっかりの日が遅い時間は、うん、早い時間はそうでもないんですけど、うん、まあこういうね時代なんで、うん、みんなこう自粛してるのかなっていう感じはあるんですけども、うん、と男ばっかりなんですよ。でそれこそもうあのちょっと警察関係者とか、うん、そういう関係の方も多いんで、うん、あのだからね男ばっかりのマガなんでもう本当軍隊チックにやってます、ね、女性会員増えたのにね。いやいや、それはその時間帯が、ね、そうそう時間帯がもうなんか住み分けみたいになっちゃってるんで、うん、遅い時間帯がもうほとんど野郎しかいないんで、うん、もう容赦なくやってますそしたらね、それでね、なんかみんなもう目覚めちゃって、なんか楽しいとか、うん、こんだけ追い込まれる、こんだけ、いやこれは楽しいって鼻血出しながらやってますけどねえ、ああいいんだみたいな、うん、なかなかね、そんな集中できる、することって、はい、減ってますからね。そう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 。年々ね、何かほら一生懸命頑張って、仲間もいるし、うん、仲間も必死にこうね、はい、あのもうナイフで必死に刺してくるのをこう頑張りながらみんなやってるっていうのを。双方も真剣にやんないとね、うん、リアルさで練習できないですからね。だからやっぱり他じゃこれはあの体験できないっては言ってましたね。うんうん、マンツーマン行ってもさ、ほらどうせ無理しないように、無理しないようにだから、うん、ね、そんなもっと行けってよほどの信頼関係がないとなかなかそのね。トレーナーさんも追い込めないじゃないですか、はい、もし怪我したら大変だっていうことになるわけだから、うん、だからその辺はみんななんか当たり障りなくみたいな感じに世の中になっちゃって、うん、誰も本気で追い込んでくれないっていうか、うん、やってくれないことに対してやっぱストレス感じてる方もいるんですよ、うん、だからこっちはもう関係ないので、はい、もうガシ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 やりたい人は、はい、遅い時間帯に来てください、はい、もうまあ、あの他にも女性スタッフいるんで、あの女性スタッフ来ても別に大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。あの別にその中でね、あの男性に混じって、まあそれがいいっていう人はいいんですけど、うん、あの他にも女性スタッフはいますんで、大丈夫です。そういう時は女性スタッフと一緒に組んでやってもらえばいいんで、うん、ただあのやろうばっかりの時はもう容赦はしません。はい、もう、はいつくばって皆さん帰ってますんで。でも楽しい女性も多いんですけどね、時間帯がね、たまたまいないのは残念ですね。そう。だから早い時間帯に大体皆さん帰られるから、最近の傾向はね、特にこう、うん、4月入ってからが遅い方、そういうことなんで、うん、まあ、また変わってくるかと思いますね。そうですね、まあこの時期だかだと思います。あと土日はやっぱり女性は多いんで、なんだかんだで、やっぱり。うん、時間が早いとね、なんか寄り道して帰ったりとか、うん、お買い物して帰ったり、そう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 、ランチして帰ったりとかね、うん、ありますからね。本当ね、あの皆さん、あのこれ本当声を大にして言いたいんだけど、これ自粛ですからね、皆さん、別にルールじゃないんで、あのなんかね、なんか自粛しないと非国民だみたいな、なんかこうね、うん、そう思うのやめましょうね。違いますから、これ別に自粛しようがしまいがいいんですよ。自粛したい人はすればいいし、うん、しない人を非難するっていうのも変な世の中の流れになってますからね、なんか、
みんなそれのお前らのせいで感染なんか増えたからね、そういう人たちが悪いんだみたいな、それ違うでしょって話なんですよ。この時期に有効的に何かね、皆さん使っていただけたらなと思います。それはあくまでも自己都合に過ぎないんで、自粛したい人はする、しない人はしない、そこは別にしない人に対してする人が非難することでもないし、逆もまたコロナのとか言って非難することでもないんですよ。そこで変ななんか圧力を生むのやめましょう。そこはそれが嫌だったら国がちゃんとルール決めればいいと思うんですよ、ね、ルールちゃんとね法律で決めてやればいいじゃないですか。そこは法律じゃない以上それはもうあくまでも自粛ね、こう要請でしかないんでね、別に聞かなかったからって、それいいじゃないっていう話ですよ。そう自己責任でやれば、それをなんか変にみんなネットの書き込み見てもひどいよねっていう感じでさ、そんなこいつらのね好き勝手やってるから無責任なこいつらのせいだみたいな感じでさ、まあこの時期ですからね、そういうことじゃないよ、まあ皆さんそれぞれのは逆にそういうふうに持ってきたいのが政府のやり口なんだから、結局こういう自粛要はしない人に対してね、こう仲持ちでそういうふうに言われるのがさ、まあ、皆さん有効的にこの時期を考えてね、これこそがなんていうの問われる、日本国民の民度が問われる話なんですよ。ね、はい、こうな仲間内で村八分にするのやめましょう、ね、なんかそう公園でね騒いだり飲んでる人見てなんかするのやめましょう、はい、終わりました。皆さん有効的にこの時期を、人は人、自分は自分ですから、何か ね、あの有効的な時間に使ってください。余計なストレスを抱え込むのやめましょう。皆さんセミナー皆さん申し込んでください。お待ちしてます。はい、楽しくね元気に強くなりましょう。またセミナーの報告したいと思います、はい、ぜひぜひ次回お楽しみに。ちょっと長くなりました、すいません。バイバイ。ありがとうございました。